悪いわね、はるちゃん。ビアンキちゃんまで手伝わせちゃって。ツナさんの晴れ舞台にお弁当を用意するのは春の当然の務めです。私もハヤタの晴れ舞台に姉として何か用意してあげたい。俺っちは俺っちのためにお腹いっぱい食べるもんね。ピンピンもっと食べるよ。こら、つまみ食いはダメよ。早すぎたんじゃない？そんなことないです、ツナさんのお母さん。これも最前列をゲットするためですよ。開演2時間前に来て正解でした。一眠りできそうね。リボンを起こしてくるんだ。ハヒ、どうしたの、ハルちゃん。ハルは一番大事なことを忘れてました。お弁当ならあるわよ。かしら。お弁当と場所取りに夢中で、すっかり忘れてました。心配しなくても、きっと勝手に起きてくるわよ。そうですね。お腹も空いたし、お弁当いただきましょう。起きるのにいちいち爆発物を使うのやめようよ。今のは俺じゃねえぞ。つーくん、起きてる？つーくん、ほら起きなさい。今日は学園祭でしょ。もうビアンキちゃんとハルちゃんなんてお弁当の支度済ませて出かけたのよ。つーかん、なんで弁当がいるの？俺のクラス、ここからだよ。いい席を取って、つーくんを見るためにみんな早起きしてるの？心配しなくても、どうせ誰も見に来ないよ。ツナさん、そんな弱気じゃダメです。で、母さんじゃないの？まさか。それより
着替えるから外に出ててよ。ツナさんエッチすぎです。お前が勝手に俺の部屋に入ってきたんじゃないか。だって春はツナさんに頑張ってほしいんです。ランボちゃんとイーピンちゃん、ツナさんの主役の座を奪うってもう1時間も前に家を出てるんですよ。1時間も前からいたの？春は今朝4時にお邪魔して仕込みを始めました。それ夜明け前だろう。つべこべ言ってねえで起きろ。この日を楽しみにしてきているからね。ひばりさん、そういえばひばりさんは何かに出るんですか？僕は日々波盛り中という舞台になって、ちっぽけな体育館の舞台には収まらない。なんかよくわかんないけどすげえ。それに毎年おかしな奴が会場に紛れ込むから空気に忙しい。今年は君目当ての観客が多そうだね。あれ？今の、まさか。ちょっと見てくれよ、それじゃ。くれぐれも学園祭を壊さないで。ひばりさん、俺なんかより大変かも。つく、母さんここよ。母さん、みっともないからやめてよ。2時間前から並んで一番いい席を取りました。おかげですっかり眠くなっちゃった。ビアンキ、寝ちゃダメだよ。ビアンキちゃん、保健室のベッドが空いてるぜ。うわぁ、みんな見に来てるんだな。ツナ君、こんなところにいたの？そろそろ支度しないと間に合わないよ。ああ、ごめん、すぐ行くよ。なんだか緊張してきちゃったよ。心配しないでツナ君、こういう時は客席にいるのがみんなジャガイモだと思えばいいんだって。ジャガイモ？ランボさん、ジャガイモブロッコリーだぞ。ピピンポテト。なんだか緊張がほぐれたかも。その調子。大丈夫っすよ、10代目絶対うまくいきますから。今まで頑張ってきたんだぜ。今さら心配することなんて何もねえよ。そうだぞ沢田、俺はもう白雪姫の総大将役で一汗かいてきたが、この程度の状況は緊張するに足らん。白雪姫の総大将ってそんな役ありましたっけ？細けえこと考えてんじゃねえぞ。つまみんなおめえの緊張を解きほぐそうと気を使ってくれてんだ。そうだよね、ありがとうみんな。俺頑張るよ。ファミリーを喜ばせるのもボスの大事な務めだ。受けなかったら殺すぞ。緊張を解きほぐしてくれるんじゃなかったの？
次は2の A の演劇、忍者の砦です。作・演出は極寺隼人くん、主演は沢田綱吉くんです。さあ始まりますよ10代目。よし頑張るぞ。と、その前にトイレ。時間ないっすからね、急いでくださいよ10代目。先に体育館行ってますからね。うん、ごめん。決まっちゃいますよ10代目。おお、遅かったじゃねえか綱。10代目、心配させないでくださいよ。さあ始まりますよ。戦国の時代、武将たちの手足となり歴史の影を駆け抜けた暗殺者、それが忍者である。忍者として生きることを定められた彼らは12歳になると一人前として扱われ、日々厳しい修行に明け暮れることになる。ツナさんのお母さん、いよいよツナさんの出番ですよ。頑張って、ツー君。さあ、10代目、幕を上げます。舞台の真ん中へ立ってください。凍りついちまったか。ごめんごめん、トイレの水が流れなくて。10代目、なんでツナがここに。じゃあ舞台に立ってるツナ君は偽物だな。なんてこった、あっちくしょう、俺がぶっ殺してやります。おめえが行け。俺が言ってた。大暗殺部隊が来ちまったみてえだな。ボンゴレ10代目、覚悟。はい、今度はツナさんが3人になっちゃいました。どれが本物のツー君なの。どうやら一番劣勢なのが本物らしい。ツナにしっかり。そんなしっかりって言われても2対1だよ。10代目、今助けます。待て、極寺。リボンさん、来てたんすか。そう、この大事な時に服部師匠はどこへ行っちまった。そこにいますよ、お兄さん。おい小僧、なんで止めるんだ。まあ見てろ。もはや貴様は袋のネズミ、ファミリーの助けも期待できそうにないな。くっ、ツナ君、ツナさん。
邪魔をするな。ほざくな、ヘタレ忍者。やばい、殺される。つうか、お前も偽物じゃないか。逃げてんじゃねえぞ、ツナ。ジャパニーズ忍者に逃がされちゃったんだよ。